なんかおぼ溺れたいじゃん振られたい願望みたいなねえのみんなはうわーこいつ手ごえなあみたいなのほうがいいじゃん,なんかそういうのはさ風俗でさ全全部賄えるじゃんあるんだ俺にはそういうあるのそうい M キス だから俺恋愛うまくいかないんだよ。いろんな女に振られて振られて、自分よりなんかちょっとなんか、ステータスの高い女の付き合って、ボロ雑巾のにまで捨てられる。何回もな、しかもさ、百発百中とはいかないじゃん。明らかに、振られるの毎回。俺多分1月だけでアプローチした女3人ぐらいに振られてんのね。あの振られてても、お付き合いしましょうっつって、嫌ですって言われたんじゃなくて、ご飯食べに行こうっつって当日バックられた回数3回だからな、俺1月だけで。 なかなかいい女相手にしてんだろう。自分の視聴者だとそういうこといかないじゃん、多分。ちなみに今日が3回目だ。<laughs> 今からその、そのバックレメールを報告する。悲しいバックレメール。<laughs> ごめん、寝坊し,して携帯忘れたまま、会社行ってた。今日難しいかもなの、連続でごめんね。これちなみに2回連続、あの、火曜日と木曜日遊べれん、約束してて、火曜日にもバックレられて、 いいよーっつって。で、木曜日にも、同じ、当日、2時24分。バックレられて、からの、俺の返信。わかったー仕事頑張れーって書いた。こういうところが俺のモテない。やっぱこういう時にさ、なんでだよって言える男ってモテるじゃん。はい、じゃあ次行きまーすみたいな。俺もうあれだから、剥がしだから。握手会の剥がしのように俺次の女行くから。あ、わかりましたーみたいな。 また連絡くださーいっつって。<laughs> これが俺の持てない理由。甘立、ま、つーみたいな感じで。なんか、あの、女ってさ、あの、好きじゃないそういう。求められない願望はあいつら強くね気色悪い。わり <laughs> ねえ、あいつらさ、求められない願望めっちゃ強くないなんなのあの、 あれいらなくない別に普通でいいじゃん。フラットに付き合えばいいじゃん。あの、女性は本当多いよな俺甘えたがりだよ。でもなんか昨日気を許した女じゃなきゃ甘えないもん。なんかすげー甘え、なんか求められたい願望あるよなあのー。 朝の光おばさん。いや、ああいうバばはもう全然そういうの達観してるから。ああいうのもう枯れ果ててんじゃん。枯れてるから別に。じゃ朝の先生とかあったら別にそういうのないと思う。じゃ若めの女だよ。若めの女256ぐらいの一番旬の。ひそかも、ちんちんおっ立つような、売れたなっておないんじゃん。すげえぞ。バックレゲイン寝すぎた。なんか炊飯。 追加の仕事来てたから覚えなきゃいけないから今日は遊べないとかさ。<laughs> で、なんか、やっぱ、それ俺のさ、LINE のどこが悪いか教えてくんね。<laughs> 明日、じゃなんなら女から明日遊ぼうって来て、オッケーオッケー。俺がね、オッケーオッケー。場所どこにするっていう返信に対して、お、起きてたねって来たの。起きてたよ。どこでもいいよ。ピースって返したら。 で、犬が下痢してたから、犬,犬に合わしたくねえって言ってたのね、前。花ちゃん下痢良くなったーって、あ、良くなったよ。めっちゃ元気よ。うち来るーって来たんだよ。送ったんだよ。そしたらいきなり、エッチなことされるそれ。笑って来たんだけど、これ。<laughs> 俺さ、そういうつもりマジで何にもないのに。何にもそういうつもりないんだよ、俺。だお前が会いたがってるから、そのこのサミーなんか犬連れ回してまたお腹下すの嫌だなと思ったから、え、じゃあうち来るって聞いたらさ、エッチなことされるハテナ、笑 んでさ、俺気使うわけよ。俺気遣い,いだから。いや、そんなわけねえよって言ったら私って魅力がないんじゃないかなって思われたら女の子かわいそうだなと思って。いや、そういうお誘いではないかもわら。決してな、なんとかちゃんかわいいし、そういう魅力がないってわけじゃないよって。なんで俺がフォローしなきゃいけないんだよ、この池沼女の。なんか、いや、そんなわけねえだろうって言ったら傷つくんじゃねえかなとか思ってて。そしたらなんか猫が、ピースしてる。 の来て、おはよう、って今日どうするって。で、ドタキャンされた。いっぱいあるぞ、最近。マジで。<laughs> ある女はデートどこ行くって来たから、あー、なんか、個室のいい感じの焼き鳥屋さん見つけたから行こうって送って、いいよーって、いつにする <laughs> って、何日っ <laughs> つってそれ以下に連絡取れないとか。 <laughs> え、なんでさ、向こうから誘っといて俺が振られるのいつも。なんか、最近の若い女の子は YouTuber を振りたい願望がなんかすごいあるんだろうね。言ってんだろうな。ああ、あいつ私の虜だよ。みたいな。おめえらから誘ってきたって、なんで俺が当日振らなきゃいけねえんだよ。意味わからん。YouTuber 振りたい願望。ね、めっちゃめっちゃオシャレな焼き鳥屋さん見つけたの。マジで。めっちゃオシャレな、焼き鳥屋さん。 埋めえんだよ。絶対教えねえわ。嫌だ。あいつらすぐこれこれとかに情報降るぞ。多分大丈夫だ。その配信とか知らねえやつだから。<laughs> いや、じゃ別にそんな、なんで、普通にさ、 自分のこと、<laughs> 何にも、何にも俺悪いことしてないじゃん。ただ女性をデートに誘ってそれで炎上するっておかしくねえか。<laughs> おめえらなんて自分の視聴者でも何でもねえんだぞ。<laughs> そんなので俺炎上したらもう生きていく意味を見出せない。<laughs> 俺さ、そ,その女に殺しに行くし、ふざけんじゃねえぞってえねえ、この野郎つって。何を悪いことしてると思ってんだ、ね、この野郎意味わかんなくねえか、そんなおもちゃにしやがって。 意味がわからん。ユーチューバって知ってるよ何やってんのって聞かれて「えん俺ユーチューバーだよ」って言ってる「へえ」っつってるみんな全然興味ないなんかみんなはさこの配信とか見てるからさ「いやすごい今良くも悪くもユーチューバーって流行るよな入ってるなーみたいな思うじゃん全然流行ってねえから驚くぐらい界隈だけ。 界隈だけ界隈だけ世間の女は YouTuber とか見下してるよまあそうだろうなやだやだその辺の女働いてるか YouTuber とか興味まあそうなんだろうな、ね、いやでもやだわそんな YouTuber に興味津々な女と付き合いたくないわ絶対やだやそういう女性とじゃあもう俺は付き合えるように頑張ろう普通にそうなんですよっつって <clears> Heh <throat>